皆さんこんにちは、ペストでございます。信長の野望革新ですね、51回目やっていきましょう。ではね、あ、そっか、信長さん戻ってくるまで待たないとね。その間にでしょ、はい、出陣サイドですね、天海さん、長井手さんで、15,000、行くぞ。あ、鈴木さん連れて行こうか。ああ、ナイマスさんでいいや。で、光秀さんの舞台で、
武田さんも来ないとは思うんですけどね。しげさんか、まあこの辺くれるんだったらねいいですよと。7等級、あら、じゃあ拒否。はい、よし、ここだ。おへい、まあいいや。おお、お芋か、ついに来ましたね。2年間か、耐えれるかな。敵の軍勢が我が領内に向かって。
陣しました。大河城、あ、ここから来たんか。二部隊、あ、全然、敵の軍勢が我がレオナに向かって出陣しました。早いな。長野さん、切り戻しとか。まあ多分取られんだろうけどね。石川さんは、あ、岡崎ね。これちょっと災害に移らせましょう。3部隊か。
いか。はい、敵部隊壊滅。一斉に撃ちまくれ。誰が壊滅？あ、酒井さん。さあ、25章はまだ来てないね。来てないだけマシか。こっちは片付きましたね。
段から変えるのか。こんな計略を受けてみよう。ビクトの手ぬは。ああ、取り憑かれてるやん。お待たせください。承知いたしました。
でね、1万残して4万1000輸送しちゃいましょう。メンバーだけとりあえずちょっと一旦移動しましょう。あ、しまった。要請かけてないやん。敵部隊、壊滅しました。9万相当か。ははあ、日本とやつ。マイナスもあるね。あ、いいか。結構時間経っちゃいましたね、今回はさ、ごめんなさい、30分超えないで言いましたけどね、ここで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。